はい、皆さんこんにちは。ミクスターラーメンフェスティバル2022が開催されるので、ミクニスタジアムまでやってきました。あら、でもあそこ閉まっとうよ。この橋を渡って向こう側に行かないといけないみたいですね。海の近くやけめっちゃ寒い。あら、やっぱ閉まっと。あらある気がある。あ、出てない。こちらがチケットセンターかな。今無理や。3枚綴りお願いします。はいはい、3枚綴りのチケット1400円を買ってみました。財布これやけね。ラーメンスタジアム最強豚骨一番手。今回出店しているのは9店舗らしいんですけど、チケットが3枚しかないので、よくねじっくり考えて3枚使い切りたいと思います。筑豊ラーメン、現在時刻は10時15分ぐらいで、10時半にスタートなのでしばらくありますね。それまでちょっとどっか行って時間潰したいと思います。はい、戻ってきました。来ました。一個一個もう取ろうかね。ちょっと長いかね。あ、これはあれやね、ソフトクリームのお店。あ、まんまる。取った。あ、これがまん。これ食べたいんやない？長州ラーメン準優勝っていうね、肩書きが書かれてあるので、結構気になりますね。多分美味しいんでしょうね、こちらのお店も。あ、もう行けるわけね。行けるよね。うん、一回全部取ってみていい？せっから並ぼう。お任せする。選ぼう。この。あ、これ。うん。あ、いい音がしようね。こちらの塩ラーメンと味噌ラーメンがかなり気になりますね。かなり有力候補ですね。まだ始まったばっかりなんですけど、結構お客さんの数多いですね。賑わってますね、いきなりね。あとお客さんの数に対してテーブル席が少ない感じなんですけど、これ大丈夫なんですかね。座れなさそう。どこのラーメンを食べようか悩みますね。結構慎重に考えています。最初はあっさりしたやつから食べようかなって考えています。戦略を練ろう。はい、一発目のラーメンは
クラテにある麺屋新っていうところの塩ラーメンにしました。ちょっとねお客さんの誘導が上手にできてないですね。なので並んでいるお客さんがいるので通行が結構困難な感じですね。どこなの？やはりテーブル席には座れませんでした。なので開放されている南スタンドの方に行ってみたいと思います。行っていいかねこれ、はい、ちょっと不安ですけどこの階段を上ってみます。多分ここで南スタンドに出れると思いますね。はい、南スタンドにやってきました。やっぱりねスタンドの方が開放的でいいですよね。ちょっと寒いんですけどね。ここ寒いね。本店はすげえやん。これ真ん中ら辺行こっか。寒いかね。これ行こうか。よし。さっぱりしたスープで美味しいですね。外は寒いんで結構体がポカポカ温まってきました。最初はこの芝生の上にラーメンブースがたくさん並ぶんかなっていうのをイメージしてたんですけど違いましたね。まさかの駐車場っていうね。2軒目は宮若市にあるラーメン龍太郎の味噌ラーメンにしました。だけどここねなぜか機材トラブルで動画が撮れてませんでした。非常にね残念ですね。はい、3店舗目は飯塚市にある原ラーメンにしました。ここは甘口豚骨ラーメンですね。細麺好きじゃない？太い方が好き。お待たせしました。先1杯目です、はい、こっちでかけようか。横でまあ、かけれるならかけようかね。2杯目です。お待たせしました。ありがとうございます。はい、どうも。美味しそう。スタンド行こう。また南スタンドの方に行って食べましょうかね。怒られるやろ。芝生の上で食べたいけど。慎重に。サッカーね、残念だね。見て。それは美味しいかも。美味しいんですけど、本当甘口で。思ったよりも甘かったですね。3杯食べ終わったのでそろそろね、出たいと思います。会った後に取り始めた。そうやね。最初この一番手を食べようかなって思ってたんですけど完全に忘れてましたね。今出た時に気がつきました。匂いは美味しそう。うん、臭い臭い。この臭さが今さの印を。じゃあどこまで2番。はい、途中ね取れてない箇所もたくさんあったんですけどまあ一応3杯食べ比べができてそこそこは満足できましたね。
次の第3回に行きたいですね。はい、じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。